要なことなのです。必要的。必要。パパを落とし入れて、家々に毒を飲ませたことが。あなたは確かに目的のためなら多少の犠牲や異常な手段も辞さない人よ。それでもザオ、私が昔からよく知るザオリーは、パパやイエイエ、ルーケに対してここまでひどいことをする人じゃないはずよ。ニサイ、アシェンさん、アシェンほど付き合いは深くねえが、俺もほぼほぼ同意だ。そんなあんたのことだ、きっと相応の筋はあるに違いねえ。兵友へのために必要、百歩譲ってその言葉だけは信じてやる。だがそれがどんな理由であれ、あ、いや、俺は先生喜欢他、所以絶対にてめえを許さねえ。更 QQ、 覚悟しな、ザオリー、ザオリいい短歌だ。いいでしょう、問答は一旦ここまでです。怪獣されたルーケの教師どもか。予想はしていましたが、さすがの音行術ですね。琴で戦った教師たちよりは数段上かな。では一つ頼みましょうか。あら、月下の日を見せてくれはるん。その余裕ずらぶちのめしてやろう。那个当家的没出现、那一定不止如此啊。まずは拳でと参りましょう。すべては兵ゆえのため。嘘が有効よ。先用拳头讨价。先把状态都上一上。哦，还是你啊。打很爽哎。用拳头是吧？来啦！这就是我的拳头。哦，真的有厉害呢。踊りましょうか。经验。全都往放在那边打。亚伦要上哦，那要等一下呢。我们师姐肯定要继续的啊。用的等下就没办法开大，反正师姐爽一波，那也是肯定的。哇，さすが、やりますね，很棒哎，黄金蝶。進出登場だ。こっからだ。
我快没气了。いいチャンスだ。ここです。绕一大圈。你大老远跑来，就只是这样。封唱刃やめんじゃねえ。我们打红金蝶，綺麗やろ。哇，还不谢狼就后哎，月门遁甲。哎，全能力下降哦。然后他能力各种，好猛！我们全能力下降，他全能力上升。下去了你。破。让他冰住。この機は逃しません。どこからでもどうぞ。コバルトカーテン上個隊以防万一。抢你的金蛋号！那还用你说？那是当然的。少しの極みに近づけたかな。白金の牽制に黄金町相手では教師でもさすがに分が悪いんですか。悪くはなかったけど少し物足りないかな。ともあれこれであんた一人だな。こんなもんじゃ落とし前にならねえが、ここらで観念してもらおうか。やれやれ仕方ありませんね。とりあえずこの辺りで一つだけ誤解を解いておきましょうか。実は今回の反乱は全て義炎楼との取り決め通りでした。お谈好的は？は？そいつは全ての始まりは昨年末又要洗白。ライケとアルマータの癒着が発覚した時です。借由这次叛乱，有没有让他们混乱，然后雷家就所有的反叛分子全部都一起起来，来肃清，这样子吗？カノ家はすぐ長老会から除名されましたが、その事実は兵ゆえにとってあまりに不利益でした。何せ曲がりなりにも自責たる家が。最悪の芸道たちとつながっていたのですから。アルマータの揺れ戻しが未だ続き混沌を極めている裏社会、かような疑念を残したままで兵ゆえが変わらぬ威厳を保つことができるでしょうか。
ま、少しばかり厳しくなるかもな。兵ゆえを兵ゆえたらしめる絶対的な掟。なぜそいつを自ら破っていたわけだ。その疑念は次なる反乱、さらには第二、第三のアルマータにつながりかねない。ならば完全に疑念を払拭した上で絶対的な立場を示す必要があったわけですね。おっしゃる通り、つまりは膿を出す必要があったのですよ。大きくなりすぎた兵ゆえという組織の目の届かない場所にできた腫瘍、あえて雷家残党たちの反乱を煽り、さらにはルー家最大の危機を演出することで。ん？ですが、まさかそのために。いいよ、自分で毒を飲んだっていう。等一下，这样的说法其实有没有摘除黑月这个发展过大的组织，就是要把黑月给摘除掉，然后来一个崭新的。ファンターレンには納得いただけなさそうだったので、自己承認になってしまいましたが、すでに状況を説明、納得していただいた上で、釈放の準備が進められています。毒に関しても、都合のいいものが手に入りまして。庞大组织无法顾及之处产生的毒瘤哦，所以还是要有黑月。其实他画一个新的组织，我觉得也是一个合理的方式。毕竟你说你这样子的肃清内部，那对于你的绝对的威严其实也没有了啊，对不对？你发生这件事情，然后就整个大叛乱，然后有发生危机。虽然你度过了这个难关，除非你度过难关的度过超级漂亮，可是其实也很难。嗯，就是你的威严反而更差，所以我才会想说，哎，是不是就直接一个新的组织？義炎郎も先ほど無事回復されたとのこと。阿仙様もどうかご安心を。そう。だよ、そりゃそうは言うても、そんな都合の延長線を抑えた合作的。一体どこから仕入れはったんやろか。それはともあれ、ルー家を出し抜こうと動いていた他家の不穏分子らについても、昼間の時点であらかたあぶり出し、釘を刺しておくこともできました。ことここに至り、改めて兵ゆえは不動の立場を確たるものにするでしょう。共和国の裏を牛耳る最大のシンジケートとして、裏社会に再び名を轟かせる形で。それがザーとイーエの目的。裏切りと暴力。就感觉其实他根本不 care， 说什么 外部的威严啥的都只是理由借口而已。他最重要的就只是摘除里面的毒瘤，因为反正不管怎样就是够强。或者甚至说他所说的这些负面影响啊，怀疑的声音都不来自于外在，就是来自于内部，就是内部的人可能就会有疑惑或干嘛，所以就直接来一个肃清。就是即便发生这么大的危机，对不对？你们所做坏事我全部都一个一个都可以揪出来打爆你们。これが兵ゆえのやり方ってことかよ。限度ってもんがあんだろ。今は納得できずとも理解さえしていただければ結構です。そういうわけで皆さんには本当にご迷惑をおかけしました。麻煩或干嘛。对，但最重要的是他们可以肃清内部，那肃清好之后以后就安然无恙了。
私たちをここまで振り回して。でもそう、あなたが裏切ったわけじゃないと知れただけで。いかにも一件落着ってところで悪いんだが、ザオ、とっとと本題に入っちゃどうだ。おお、何毕竟服毒方大人出事，对不对？解决了内乱，那关键接下来还有一件事情，谁要 top？ 本谁要站在 C 位？